に帰ってきての今シーズン最初のオープン戦を迎えます。球春到来という言葉を使いたいんですが、まだまだ寒い中での今日の一戦となります。さあ、日テレニュース議長小田富さん、そしてトノマリンスタジアムにご来場の皆様、こんにちは。リポーターの南隼人です。皆さん、今シーズンも一緒に戦っていきましょう。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、この夜からにかけて非常に寒い中、雪模様、さらに雨、そして今は雨は上がっていますが、ようやく太陽が出てくると少し、本当にですね、暖かさを感じるというような一日になっています。さあ、そんな中、いよいよ3週間後に迫った開幕に向けて、さあ、どんな話が聞けるんでしょうか。今日の解説は清水直之さん、そして実況アナウンサーは清水久志アナウンサーです。お二人、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。いや、まずは清水さん、両方とも清水さんなんで、清水アナウンサー、はい、お願いします。まずは開幕迫ってきましたね。そうですね、29日ということで、はい、3週間、いよいよというところもありますが、ね、今寒いんでね、